チューバー。大雨ですよ。あ、なぜなら1日に何本も撮ってるから、さっきからずっと雨の。堀さんは雨得意ですか？どっちかっていうと好きですね。なんで？びっくりした今。ちょっと予測と違う回答が返ってきてびっくりした。あ、そうですか。、うん、なんでなんで？夕立とか結構好きですね、あの音とか。うん、音がね。音、雷とか大風とか結構好きな方です。雷と大風、ちょっともうごめん、俺の理解の外にあるんで。そうなんだ。なんかほら、雨だとまず服が濡れるでしょ、はい、あと一番嫌なのは靴が濡れること。うん、靴下べちゃべちゃとか嫌じゃん。それは嫌です ね。そうだから嫌だなと思って、今日もこの後外出するんですけど、うん、嫌だなと思って出かけたくないなって思いながら YouTube 撮ってるんですよ。うん、はい、まあいいですわ。今日は6月18日の新聞から、医療と介護、なんと資格がちょっと取りやすくなるよっていう。資格持ってます？なんか、いや持ってない。持てない。なんか欲しいなと思ったりする？そう、あまり興味はない。興味がない。また違う予測を外れた回答でありがとうございます。あんま興味ない。何にも、どの分野とか限らず。そうですね、欲がないんだね。まあ、今は経理をやってるので簿記は覚えたいなと思ってますけど。なるほど、はい、別に資格とかいいかみたいな、知識としてあればいいかみたいな。そうですね。なるほど、面白いね堀江さんね。そうですか、はい、ありがとうございます。なんかゆるいチャンネルになりそうだな。医療介護で資格取得の条件緩和っていうことで、成長戦略として掲げる新しい資本主義実行計画っていうのを改定したんだって、政府が。でその中に人手不足の業種への対応策として、医療や介護の国家資格を取得する際の条件緩和を進める。一人の職員が複数の資格を短期間で取得できるよう、共通する科目の履修を免除したり、すでに習得した単位数に応じて履修時間を短縮する。うん、まあ、つまり例えば、保育士と社会福祉士と介護福祉士があったら、なんか似たような科目があったりするから、そういうのは免除ねとか、うん、そうやってこう資格を増やせる、あ、なんか取りやすくする。みたいなことを、まあ、決めたということみたいですね。ってことはあれかな、医師免許も取れるのかな。医療や介護って書いてあるからね。そうですね。僕の夢知ってます？いや、わからないです。気になる。そうなんですか。うん、待ってるだけじゃ救えない命がありますからっていう東京 MER を見て、おお、医者になろうと。ツッコミ待ち。あ、そうなんですか。すいません、そういうの分かんなくって。堀江さん素直だからな。で、ここにはね、保育幼児教育分野で2025年度以降1歳児についての職員配置基準を改善することを強調して、それに伴って保育士資格を持たない保育補助者の追加採用を進めて、まあ、要は人が増えるだろうね、手厚くするんだと思うんだけど、まあ、そういった保育補助、保育士じゃない保育補助の人の採用を、まあ、強化するのに、まあ、業務報告の作成といった仕事を担う人を雇い入れたりとか、あと介護職員についても介護助手の活用を進めて、介護福祉士の資格を持つ職員の業務負担を減らすとか、介護施設の経営を持続可能にする施策として保険外サービスの運用改善を進めるとかっていって、まあ、なんか新しい資本主義実現会議で、なんかその資格取得の改善緩和をして、
そういう業務とかも現場レベルで改善して経営も改善してみたいなことがなんか今回成長戦略の方針として出されたみたいですね。うん、難しいよね。介護助手とか保育補助とかの人たちにも多分一定程度権限を与えて業務をやらせてもいいみたいな感じになると思うんですよ。でそうなると多分今度は質の改善とかが出てきてもういたちごっこだなみたいなね。まあ人の命を預かるとか人の人生を預かる仕事なのでやっぱりなんかこう国家資格を持つみたいなところのこうなんていうのかな責任とか知識技術の担保みたいなところに、まあ、預ける側は安心感があるわけじゃないですか。それが今度補助が入ってくるとみたいなことでまた議論になったりするんだろうなと思うけど、それよりももう人材不足でどうにもならんっていう状況に今日本は来てますので、まあ、このあたりねどうなるかなっていうところですね。それのね関連したところで、専門学校から大学へこうなんていうの編入するのに改正学校教育法っていうのになったので、参院本会議で可決されたって。専門学校の履修制度を単位制に移行し大学に編入しやすくするために、改正学校教育法っていうのが可決されましたということで、これもねやっぱり医療とか福祉の人材確保みたいなところでやりたいんだって。で施行はね2026年4月1日から、再来年の4月1日からだね。今東京福祉専門学校というところでちょっといろんな会議出させてもらってるんですけど、多分今回の会議で出てきたりするのかなって思ってます。今もね編入はできるんだけどなんかこうちょっとややこしいんですよ今だと。これがまあやりやすくなりますよみたいなことで、まあ教育学校教育法も変わると。人材不足どうなっちゃうのかね。そうですね。困りました。今のところ採用に苦しんでる法人さん多いんですけど、今のところなんかおかげさまでうちの法人はまだあれですけど、まあ外国の方の人材活用とかね、いろいろあって。なんか最初ちょっと抵抗あったんですけど、今はいろんな法人で聞くからなんか 10% ぐらいはねみんな採用してるのね。へえ。うちの法人ぐらいですよ。そんなことないのミニマムなとかちょっと別にして、ちょっとそこそこ規模持ってるところだともうなんか外国の方普通にいるみたい。まあ要は楽天とかアマゾンみたいな本社ビルみたいなんじゃないの。なんかもう英語で飛び交うみたいな英語も勉強しなくちゃですね。そう、英語の勉強してとりあえず駅前留学でも行きますかノバに、はい、というわけで今日はそんなお話でしたさよなら、はい。